敵を挟み撃ちってことか。了解。難しい作戦は分からないけど、そういうことなら任せとけ。ここをこうして、よし治った。へへ、こう見えて手先は器用なんだ。壊れてて困ってるものがあったら遠慮なく言ってくれよ。 図書館で本を借りてたの。インテリな男のモテアイテムなんだって。だからね、私もたくさん本貸してあげようと思うんだ。あいた、また転んじゃったよ。ん、あれはこないだ図鑑で見たお花だ。みんなに教えてあげなきゃ。 なんだ？街の人に見られてる気がする？そりゃ俺様という人気者と一緒に歩いてるからに決まってるぜ。注目の的になっちまうなんて俺様も罪な男だな。ああ、随分刺激的な料理を作るやつもいるんだな。ってな、お前も食べたいわけ？すっげえ辛くてもいいならほらよ。 私たち忍びは今まで外との接触を避けて生きてたんだけど、この旅を通して多くの人と出会って新しい発見もたくさんあった。すごく貴重な体験をしてるなって改めて感じるよ。贈り物に悩んでる？ 前もジーニアスがプレセアへの贈り物に悩んでたね。 ちなみにその時、私は里に伝わるわら人形ってやつを作って送ったよ。花が咲くと人々が笑顔になります。私には分かりませんが、 花はそれほど素晴らしいものなのですね。似合ってますか？ありがとうございます。不思議な服ですね。シーナさんの服にどこか似ている気がします。